誕生日を迎えて18歳になりました。言っとかないと。755で始めました。ありがとうございます。みんなお誕生日のメッセージお祝い。そう、今日で18歳になったんですけど、18歳はそうだね、そう、私とね同じファンの方で同じ誕生日の方いるんですよ。おめでとうございます。おめでとう。一緒の誕生日なんだよね。で、今日はミッキーとミニーの誕生日でもあります。今日の服かわいいでしょ。今日の服はね、じゃん、これはちょっとあの膝下ぐらいまでのなんかこういうねワンピース的な感じです。よいしょ、かわいいでしょ。そう、ワンピース。ケーキ食べた？トップ兄さん、なんかケーキみたいなのありがとう。ちょっと今ね、くしゃみでそうなった。クジラさん、え、クジラさん、え、トッポリさん、え、いや違う、あ、クジラさん。クジラさん、クジラさん、クジラさん、タワーありがとうございます。ありがとう。タワー合ってる？合ってますか？違ったらめっちゃ恥ずかしいんだけど、合ってる。タワーありがとうございます。クジラさん、タワーありがとう。スクショありがとう。クジラさんありがとうございます。ラブ、早く会いましょう。今日は、今夜は一段とすごい。何がですか？え、待って、名前が読めない。助けて誰か。くじの大師、ちょっと誰かお願いします。教えてください。くじの大師さん、おい、読めない、難しい漢字が。香港ヘイデンさん、ひやこちゃん、かみよし、ラブ、大人っぽ、ゴーゴーゴー。香港ヘイデンさん、ありがとう。たぶんありがとうございます。嬉しい、ありがとう、ありがとう。香港ヘンデンさんのツイッターのツイートも見ました。なんかこんな旗みたいなやつに私が写ってるの、ありがとうございます。ラブ、いいってどうやってんの、ここ、ありがとう。え、なんかラグくないですか？大丈夫？ありがとう、香港ヘンデさん。くじの大吾さんだ、くじの大吾さん、どうもありがとうございます。はい、スクショ、くじの大吾さん、どうもありがとうございます。ラグくないですか？ラブ、ありがとう、くじの大吾さん。そしてカンナッピ、誕生日おめでとう。うちらが成功できた。お誕生日おめでとう。私たち、
私たち お誕生日おめでとう。ひなかんな、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。うちらの誕生日です。今日は誕生日です。私たちの、ひなかんなポーズ、ありがとう。お祝いメッセージはね、友達がね、まあまあそのメンバーの中だとなんと山田京香ちゃんが一番でした。珍しいです。にゃこさん、にゃこさんありがたわ。にゃこさんありがとうございます。ありがたわ。にゃこさんありがとうございます。にゃこさんありがたわ。ありがとう。ラブ。にゃこさんありがとう。にょんにょんにょん。本当に嬉しいです。ありがとうございます。福留はね、意外と遅かったですね。ありがたわ。そしーちゃんはね、一番に送ろうと、ちょっと12時ぴったりに送ろうとしてたらしいんですけど、あの私ね、あの LINE をね変えちゃったので、そうだから言われた12時にぴったりに送ろうとしたのに、泣き泣きみたいな感じ。一番狙ってるって言ってたんだって。そう、メンバーの方は1位でした。京香さんは、京香班。そう、嬉しい。あとね、結構来ましたね、嬉しいことに。幸せな、そうですね、今日はやっぱりもう18歳ですからね、大人の階段を一つ。えさっぱちさん、タワーありがとうございます。ありがとう。えさっぱちさん、タワーありがとうございます。ありがとう。えさっぱちさん、ありがとう。ありがとうございます。本当に、あとメンバーだよ。そうだな、のんのんとかかやよん、ちょっとね、そう LINE 変えちゃった。あとね、ミッサーとかね、ありがとうございます。星もありがとう。千代さんもね、そうありがとうございます。皆さんお誕生日お誕生日おめでとう。コメント、幸せな日でした。もうあと3時間で終わっちゃいますね。そうそうですね、18歳はいろんな新しいことに挑戦できたらいいですね。カッチーさん、ひなこ18歳おめでとう。カッチーさんありがたわ。ありがたわ、スクショありがたわ。カッチーさんありがとうございます。カッチーさん見てますか、見てるか。さカッチーさんありがとうございます。本当に嬉しい。ありがとう。ありがとう。
I love you。 耳はイヤリングです。イヤリングだよ。ちょっとね、重たいか。そんなことないか。何やってみたい？なんだろうな、確かに何やってみたいって言われると、何がいいかな。なかなかポーズかわいい。これありがとうございます。大きいパールかわいいでしょ。これはね、ピアスと思いきやイヤリングです。そう、当ててないからね。私はそう、なんかね、18歳になったから遅くまで配信できるのかなって思ったんですけど、あの高校生なので多分無理なんですよね。そうですよね。だってミスターとかはあれ、多分来年の4月ぐらいからできるってことですかね。ドラえもんの歌で、めっちゃ嬉しかった。なんかね、そう、あのファンの子が動画をね作ってくださって、お誕生日の動画みたいな、嬉しい。そう、めっちゃ良かった。しかも私の好きなドラえもんの歌、嬉しかった。もうずっと見てる、ずっと見てるよ。そう、多分高校卒業しないと、あの配信とかその活動とかはあれなのかなって思うんですけど、鬼滅飽きてないですよ。すぐ高校、そうだね。だってもうあと12、12、あと4ヶ月。高校卒業できそうってめっちゃ心配されてる。大丈夫です。まなみありがとう。なんだっけこれ、ありがとう。クエスチョンじゃなくて、なんだっけこれ、パーンってやつ、パッカー、パッカー、なんかパッカーみたいな名前やってる。香港の花さんもパッカーありがとうございます。あ、クラッカーだ、クラッカーありがとうございます。やっぱ惜しかったよね、なんかカッカーみたいな名前やと思った。なかなかポーズ、もうみんな私が本気でハーバード行くと思ってる。いや行きたいですよ。それ今日はね、いろんな美味しいものを食べて最高の日でした。本当に本当に本当に幸せでした。またね、明日とかインスタグラムとかね、載せれたらいいなって思うんですけど。18歳目標？挑戦する、いろんなことに。まあこれはいつも言ってるけど、今日も可愛いなーだって、やったさっきお誕生日食べてたの。じゃあでさ、え、どういうこと？え、どういうこと？あ、ほんとだ、まなみ、え、どういうこと？ちょっと待って、タワーは
立てたってことですよね。やばい、そうだよね。まなみありがとう。あれ、え、合ってる。え、ちょっと待って、やばいやばい、バカな ものがバレちゃう。まなみありがとう。スクショ、ありがとう。まなみ大好きだよ。ありがとう。まなみ合ってる、気にしないで。合ってた、ありがとう。まなみありがとう。皆さんありがとうございます。本当に幸せな日です。そう、私はね最近なんだろうな、何してるかな、何してるかな。最近はね、そうだね、で私は最近なんか政治に、なんかさ、投票選挙、なんか選挙みたいなのあったじゃないですか。そう、それでね結構政治に詳しくなったんですよ。例えば私ね結構ね勉強を真剣にやったら結構できる子だと思うんですよ。なんでかっていうと、まず記憶力がすごくいいんですね。なので衆議院と参議院のその定員数までなんか覚えちゃって、なんかその一回そのなんか数字を見ると結構覚えちゃうんですよ。おお、そうだから県知事は確かその30歳以上の方。なんかさ、私がこんな話してたらなんか大丈夫ってなっちゃうね。いつもこんなんじゃないんです。服見せて。なんかねここのさ袖がこれなんクシュクシュってなってるの、可愛くない？でもこの下はこういうね水玉、あとはなんだろうな、オフショルになるのかな、わかんない。衆議院議員の定員数ですか。衆議院議員は465、え、合ってる、465じゃなかったっけ、なんかそんなイメージで。参議院は245でも来年から248になるって聞いた。 WY さん、タワーありがとうございます。ありがとう。スクショスクショ、すごいこうやって喋れるうち、スクショありがとう。ええ、すごくない、特技見せてた、ありがとうございます。WY さんありがとう。うん、スクショありがとう。 WY さんありがとうございます。ありがとう。そう、今日は美味しいものたくさん食べて、え、待って、すごくない、え、すごくないですか、指輪かわいい。そう、すごくないですか。え、すごくないですか。え、こんなことある。え、こんなことある。だって初めて知ったよ。え、ちょっと待って、なんか今までなんか特技とかないなって自分で思ってたの。なんか特技ないな、なんかモノマネ、クレヨンしんちゃんのモノマネしかないなって思ってたのに、え、すごくない。まさかこんな今日誕生日の日に特技を見つけるだなんて。パジオが、パジオは言えないかも。
あ、言えない、もう無理って分かった。おい、あれ、ヌハル死ぬ死ぬすっごいな、これね、これすごくない？声を暮らせるやつ、それできない、絶対。え、それどうやってやるの？あのね、え、あのね、え、どういうことちょっとわかんない。え、すごいよね、やばいよこれ。特に見つけた大発見地で。じゃあ私の特技を見つけました。ありがとうございます。とっても嬉しいです。今日は幸せな日でした。ありがとう。じゃあ本当に嬉しかったです。ありがとう。あゆちゃん、あゆちゃんのこのくまさんは何？このくまさんは何？普通のくまさん？でもそれ私見分けがつかなくて、助けてください。なんか可愛くなったね。そうかね、ありがとうこういうこと？ひなこちゃん可愛いよ。そうかね、ありがとう、嬉しいよ。ねえ、あゆちゃんのお母さん、あゆちゃんのアリガクマでいいの？アリガクマ、あゆちゃんアリガクマ。あ、これスクショ。スクショした？スクショしたものは全部送ってください。ひなこちゃんかわいいね。なんかあゆ、ありがとう、嬉しいよ。本当にかわいい。ありがとう。こういうの？今日は化粧品ね、買ったのね。その時にちょっとメイクしてもらったんですけど、私普段目、今はね、目ね、アイラインしかやってないんですけど、チークとか塗ってもらった。カッチーさん、タワーありがとうございます。え、日本違う。カッチーさんありがとうございます。ありがとう。カッチーさん本当にありがとう、たくさん大好きだよ。ありがとうカッチーさん、ありがとう。ほっぺかわいいって思ってたら、それがそう、多分チーク塗ってるからだと思う。そう、いつもねアイラインだけしか塗らないんですよ、目は。ダメだよね。かなさん、お城タワーありがとうございます。お城タワー、はい、スクショ。かなさんありがとうございます。動画も見たよ、あの劇場の。私のなんか送ってきてくださったやつ保存もしたよ。ありがとうかなさん、これもスクショして。ありがとう、かなさん。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 ワンピースです。ワンピースだよ。な、本当はね、全身、あれなんだけど。じゃあ、そうだな。こんな感じ。あんま見えないね。
嬉しいよ。もう18歳、もう18歳、18歳です。服のセンスいいよね。いやこれはお母さんが、あのね、お母さんが服のセンスいいんですよね。私服のセンス本当に悪い。ありがとう。そうだからまたね、送るメールとかだったり、ツイッターとかインスタとか755とか、載せたいと思います、写真。後ろはねこんな感じ、そんな空いてない。そうです、18歳で、あと2年で20歳ですからね。今のうちに可愛いお洋服たくさん着たいと思います。大人になってからじゃ着れないと思うので。みんなありがとうございます。今日はたくさんお祝いしてくださって。あとね、 TikTok も撮ったからね、載せるね、今日今。そう、前髪伸びたよ、ほら、ここまだ、ここすぐ結婚しそう、しないよ。ありがとうございます皆さん。じゃあちょっとね、ランキングを読みたいと思います。読むね。13位、レンアットマークひなこちゃん大好きさん、ありがとうございます。12位、あゆちゃん、ありがとうございます。11位、元気かアットマークひなこ、18歳ひなこちゃんもラブさん、ありがとうございます。何から一人ずつポーズしていく感じ。10位、ガンナッピ、これ、あ、間違えた間違えた、これからもずっとラブ、素敵な一年になりますようにさん、ありがとうございます。9位、 WWW@ ひなこあいさん、ありがとうございます。え、ちょっと待って、8位、くじのだいごさん、ありがとうございます。7位、香港編でアットマークひなこちゃん神推しラブ大人っぽ555さん、ありがとうございます。次、6位、まなみ、ありがとうございます。次、5位、にゃーくアットマーク18歳の、あ、やばいやばい18歳、え18歳、待って、見れない。18歳のお誕生日、誕生日おめでとうさんかな、にゃんこさん、ありがとうございます。にゃんこさん、ありがとう。次、4位、かなさんとマークひなこあしさん、ありがとうございます。ありがとう、かなさん。3位、えさっぱちさん、ありがとうございます。どうしようかな、ポーズのバリエーションが、これちょっとダサいか。普通のピースになっちゃった。2位、くじやさん、ありがとうございます。これあった。くじ
シラさんありがとうございます。そして1位はカッチアットマークひなこ18歳おめでとうさんでした。カッチさんありがとうございます。うち小指短いよね、なんで。ありがとうございます。そしてタワーもくださった方ありがとうございます。ありがとう。みんなスクショ、ありがとうございます。そうポーズ考えるの大変だったよ。そう23日はねオンライン話し会もあるのでぜひ皆さん、どちどちですけどたくさんお話ししましょうね。12時ぴったりにね祝ってくださった方もそうじゃなくても祝ってくださった方も本当にありがとうございます。もう幸せな18歳の始めスタートでした。なのでまた写真は755にじゃあまず載せようかな、いろいろ TikTok も。じゃあこれで締める。お手を拝借よみたいな、すいません嘘です嘘です。いやでも本当に楽しい一日でした。また18歳のこのこれからの1年も見守っててください。じゃあねまたインスタストーリー、ストーリーは載せようかな、どうしよう、ストーリー載せようかな。じゃあここで配信を終わりたいと思います。可愛い洋服見せて、じゃあまた写真とかで見せるね。でも今はこんな感じ、これね水玉のとこがあって可愛いの、ほら。ありがとうございました本当に。じゃあ今日コメント返ししようかな、755で。またその時はお知らせしたいと思います。じゃあまた後でね、755で。またね、また後で、バイバイ、おやすみなさい。本当にありがとうございました。バイバイ。バイバイ。